スノーマンのラウールと阿部亮平が、1月4日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組、スノーマンの元のまんま、文化放送、毎週木曜21時から21時30分に出演。2023年12月6日に放送されたアフジテレビ系音楽の祭典、2023FNS 歌謡祭。第一夜内でのダンス企画を振り返った、ラウール、FNS 歌謡祭、ダンス企画振り返る。ラウールは同番組のダンス企画に参加。ラウールは B、ファーストのソータ、ショーワンの川尻蓮、チームの K、ジェネレーションズの中司裕太、ザパンプの健造、三代目 J ソウルブラザーズのエグザイルナオトと圧巻のパフォーマンスを披露した。阿部は、めちゃくちゃ豪華な企画だった、と声を弾ませ、みんな別のグループに属したりしている中で、スケジュールの調整とかもめちゃくちゃ大変なわけじゃん、と質問。ラウールは、チームの K 君とのリハーサルは二人ですることは何回かあったんだけど、全員でリハしたのは前日が初めてだった、と明かし、そこで、初めまして、って感じ。だけど、みんなそれぞれ思いがすごく強くて、その秘書対面だったけどチーム感があるような感じがしてすごく新鮮でした、と振り返った。ラウールは、もちろんそこでもチームだし、自分としてはスノーマンの自分以外の気持ちだったり、スノーマンのファンの気持ちが心の中に宿ってそこに行ってた。それも多分それぞれあったの。それも良かった、としみじみ。阿部がスノーマンの他のメンバーも楽屋で盛り上がっていたと言うと、ラウールは、らしいね。俺見てないんだ、と反応した。バル、阿部は、誰だっけな、佐久間、大輔がマネージャーさんの誰かに言って、ちょっとこの様子撮っておいて。盛り上がってるやつ撮っておいて、みたいな、と記録に残していたことを告白。ラウールは、見たいですね。それは、と言い、阿部は、多分誰かがまだデータ持ってるはず、と語った。放送後は大きな反響があり、ラウールは、いろんなグループが参加していたからこそ、業界全体的な盛り上がりの一個みたいになっていたのがすごく新鮮で面白いなと思いました、とコメント。阿部はラウールと K の写真を見て、共に戦った仲なんだな、と思ったと言い、本当にいいものを見させていただきました、と改めてダンス企画の感想を口にした。